どうも、小向井美奈子でーす。イエイ。おはようございます。おはようでもないか、もう午後やん。今はですね、タクシーで移動しております。今から麻布十番に行くよ。見て、麻布十番で今日は買い物とマッサージするんだ。うわお、揺れる揺れる。暑い。暑い。何してるんですか。今聞いてなかった。今から麻布十番行ってきます。髪の毛がボサボサだ。今日は何しよっかな。麻布十番、とりあえず帽子が欲しいでしょ。帽子が欲しいでしょ。だから帽子を見に行って、スニーカーも欲しいでしょ。パーカー欲しいでしょ。洗濯機が欲しい。洗濯機は違うんだよな、買いに行く場所が。でちょっと歩いたら、ん、それどこのリングですか。これはティファニー、こっちはディオール。お、これディオールだよ、中指は。それにね、うちの洗濯機が壊れたんで、パンツとブラと、そうね、でも一回洗わなくちゃ着れないんだよな、どっちも。どっちにしても洗濯機測った方が早いね。なんかさっきちょろっと見に行ったんですよ、午前中。そしたら洗濯機が20万ぐらいだったから、で、いつ届きますかみたいな。洗濯機買います。そうか、私に買ってくれんの。マジで洗濯機、あ、これまっすぐ行って古川橋の方からで、交差、一の橋、新一の橋の交差点の辺で下ろしてくれたら嬉しいですか。新坂の方上がっていただいて、仙台坂降りて、そっからあそこら辺で降ろしてくれたらみたいな感じですね。どっちがいいかな。新坂にしましょう。あ、今日待って、日曜だから、古川橋から、はいです。今日いろんなところうろちょろしてね。そう。この流れですよ。タクシーナウだよ。ほら、ドラム式ですか、洗濯機。そうそうそう、そんな感じだよ。今日薄いメイクしてみた。メイクダメなの。メイク誰か教えてくれ、メイク。あ、今日もこれやろうかな。おお、白くなる。おお、おしるこ、そうだから、おしるこもちょっとね、あったら食べようかなみたいな。おしるこ、あ、これが良くない。ちょっとマスカラ塗ってない。あ、これ、このなんか色いくない。ちょっと今ね、画面のエフェクト変えたんだけど、太陽光だった。これが普通、これが太陽光。はい、今彼氏と一緒だよ。おー、そうかそうか、いいな、彼氏と一緒だよとか。こっちくしょ。この野郎。お、これもいいな。エフェクトどれがいいかな。モノクロ、わお、モノクロです。モノクロもいいね。これは、これなんだ、夕焼け、小焼け。おお。いいね、なんかこうコメントくるから会話しながら楽しめるっていうね。
私が楽モノクロおしゃれだね。でもちょっと見づらいかもしれないからやめとくね。チープにしとこうか今日は。よし、マスクマジで暑い。特技一応ね、お外に出たらな。あ、ミクちゃんだ、イエーイどこのマスク？これあれだよ、なんとかってマスクだよ、これは。よし、涼しいマスクにしたらいいのに。いや、涼しいマスクさ、気づいたんであれ、息しづらくないですかね。一応持ってるけど。ん？でも可愛いみなちゃん、ありがとうございます。ピッタ、このマスクしてる。マスクは予備をいっぱい持ち歩くタイプだからね。よし、カラコンしてるよ、ほら。みやこの日曜日配信楽しみ、ありがとう。今日3時からなんだっけ、あ、そうそう、マッサージを予約してるから3時までは配信できます。で、そのマッサージ屋さんよく行くところなんだけど、配信していい感じだったら。でもね、ちょっと BGM 入っちゃってるからね。うん、それも、あ、そうだね、ウルタマス、そう、 BGM から変わってるから、それの調整次第だね。客 がいなければあれかな、マッサージ屋さんで配信できるかも。でもな、騒ぐからな。足裏なんですよ今日、大好きな。カラコンしなくても可愛い。違う、これね、度数が入ってんだよ目が悪いもんで。そう、暑い。いや、めっちゃなんかさっきまでいろんなところ歩き回って、やべえ、もうそろそろ私も買わないとみたいな。マッサージ配信ね、多分騒いでるね。いってえよ、おらっつって痛いのと、あとずっと笑ってる。音声が使えないパターンがあるかもしれないから、だからそうね、あれじゃない、おとなしだったらできるけど、おとなしじゃつまんなくない配信系やっぱ楽しいね。チャット、チャットっていうのはいいね。いちいちコメントをさ、こう拾わなくちゃいけないみたいな、めんどくせえ過程があるけど、それが好きなタイプですから私いちいちめんどくせえとかごめんね、なんかね、見てる人はそういうやつだから仕方ねえべや、つまんなくない、つまるそっか、いえ、そうしましたら、ここどこ、ここだ、ここを左曲がっていただいて、で、道2個目が一通で右に曲がれるところあるんだよ、ね、こんにちは。私ね、都内はだいたいね、道覚えてんだよね。たまにつっかえね運転手とかいるからさ。そうそうそう、この運転手さんはとっても緩やかな運転をしていただいて嬉しい。車酔いもなく、メガネ、これこいつは伊達だよ。ラブホでカニ食べる配信見ました、ありがとう。そうしましたらこの辺りで、ありがとうございます。よし、着いたぜ。いいよ、わーわーわー滑る、お、いい感じ。現金で1620円、2000円から、はい、帽子買うところもさ、携帯入れていいのか、はい、ありがとうございます。
よいしょ、ありがとうございます。はい、どうもです。よいしょ、わあ、麻布十番到着。え、ここケーキ屋なんかあったっけ。え、何これ、カヌレとか置いてある感じ。タルトタタンがある、うっそ。へえ、やべ、タルトタタンだ。いや、ちょっとタルトタタン好き。タタタタって言っちゃったけど、あ、よく行くカニ料理屋がある目の前に。ちょっと待って、ここ配信大丈夫なんかな。どうすんだっけこれ。じゃん、マイクを一瞬ミュートにするよ。ダメだ、子供たちがいる。かわいいスヌーピーの、スヌーピーとかが、え、つうか人多くね、マスク取れないじゃん。じゃあ、あのセレクトショップ行こう。うん、あ、そうそうそう、カニ、あ、見て、かわいくない、かわいくない。そう、美奈子のよく行くカニのしゃぶしゃぶ屋、ここでよー。でーん、チェッキーかわいいやろ。どうしよう、あっちのセレクトショップ行くか。チキショウ、そう、みんなこれ今みんな見てるさ、みんなさ、よかったらさ、あれ手作り弁当だって。へえ、いつも夕方ぐらいしか歩かないからな、人が映んないようにしよう。はい、これ恥ずかしいんだよね、持って歩くの。だいたいこの辺友達とか知り合いいっぱいいるからさ。うわ、メインの商店街の通りは通りたくないよね、できれば。絶対と言っていいほど友達とか知り合いに会うからね。まあこれ多分今日このカメラと三脚持ってる感じだから、こんな感じで歩いてるから絶対人は声かけてこないはずなんだよねどうするよ、とりあえずパン買いに行くか。パン、チキショウ、買い物したいけど結局このこいつを持ってることことで入れない店が、入れる店が限られてくんだよね。やばくない、うわ、絶対友達いるな、これ人が映んないようにしないと。よいしょ、待って、パン屋並んでっかな。美奈子の歩き方スタイルがやばいよ、いつもポケットに手入れてんのパン屋どうなんだろう、あれ今日やってるな、しかねえパン食いて。ここはケーキ屋さんです。おう、戻った、よかった。じゃーん、野上でパンを買おう。片腕がハーフにしよう。一斤買って買った、今から野上買う。ちょっとミュートにしてみてたね。野上買います、野上が欲しい。店内映せないかもしれないからね。
大丈夫です。ありがとうございます。シート大丈夫です。暑い。赤いあげん買ってきたよ。なんかうわめっちゃいい匂いする。これやばいよ、本当にやばいよ。野上やば。めっちゃいい匂いする。うわあ、美味しそうな匂い。てか美味しいんだよね。あとはうーん、ここ行きたいんだよね。チーズ買いたい。ここでワインとチーズ。おうどこ行くよ。商店街って感じだよね。サムネの小向井さんはそりゃ気取った写真撮ってっからな。あ、おでん、おでんもいいな。おでん。じゃあ私何買う、何が食べた。あ、そう、今日朝さワンピース見て、ワンピースを見ちゃって、ワンピースを見たからおしりこが食べたいの。だけど、ね、うん、やべえ、おせんべい欲しいな。おーし、端っこまで来たよ。なんかいろいろ変わってんな。ここ歩かないからな普段。あ、まだあったんだ。うわ、おしるこ、おしるこ屋さん見に行こうか。そうなんだっけ、さっきなんかみんなに言おうとしたこと忘れたな。うわー、コーヒー飲みて。そう、今日の朝ワンピースを見たの。そしたらさ、おしるこ、おしるこって言ってたから、おしるこめっちゃ食べたくなった。どんだっけ、あ、そうだ、3時から予約してるから。いや、もう行かなきゃじゃん、マジで。ガチが悪いて、とりあえずマッサージ屋に行こう。そうしよう。うわー、みなちゃん、パスタは今ね、パスタあんまね、今食べないようにしてんだよね。ダメだ、時間がない。ただの、ただのもうダラダラ配信だね。お、いいね。やっぱ旧車のスポーツカーってかっこいいな。スポーツカーの旧車、古いやつ、麻布だとよく見れる。治った、よかった。ごめん、ていうかもうマッサージャー行くわ。やっぱこう、人多すぎて配信しづらいわ。申し訳なくなっちゃうからね。